ひろこ東京市本郷区に生まれる。ジップは、来島清則、ジッ実母は、生学科の長井智子。ジップは、生後数年で死去している。母が一人娘だったため、母の実家を継ぐ目的で、血縁的には王子にあたる長井八郎地の長女として入籍。3歳で、茨城県小賀町に転居して、当地で育つ。 茨城県立小学校等女学校を卒業。1944年、東京女子大学国語専攻部を卒業。戦後は、東京大学で経済史を学んだ。1949年、歴史学者の黒板、勝つのを入れ、同じく歴史学者となる黒板の部と結婚し、東京、中野に転居。同1949年、小学館入社。 女学生の友やマドモアゼル等の編集に従事。編集に関わりながら歴史小説を書く。1958年、筆名、長井道子を使い始める。編集者としても有能であり、白いとっくりのセーターに黒のタイト姿で夜遅くまで仕事をする彼女は若い男性社員の憧れの的であったと大村彦次郎は述べている。担当した作家には、 松本清長らがいる。近代説話の導人となり、歴史に対する独特の視点で同志に発表した作品は有名であった。近代説話の発起人だった芝良太郎は、この雑誌を辞めたいと漏らしていたが、長井が直木賞を取るまでは、雑誌発刊を続けようと考えたほどである。1961年、マドモアゼルの副編集長で退社して文筆に専念。 1962年、鎌倉市に転居。1964年、炎館で直木賞を受賞する。1984年には、中世を題材にした作品で、歴史小説に新風をもたらしたとして、菊池博賞を受賞。戦前から戦後の移り変わりを体験し、歪められた歴史を多くの資料と説得力のある文章で覆し、評価を得る。 これまで考えられてきた歴史人物像、歴史事件等を見直し、男性の影に隠れ見落とされがちな女性。また、執筆の際、自ら歴史人物の経図を作成し、本に掲載しているものもある。評論では砕けた文章を用い、親しみやすいものにしている。1995年、戦後50年を期して歴史小説の断筆を宣言。百九十八年、 寄贈した蔵書を中核資料とした小賀文学館開館。2000年東京品川に転居。2003年小賀文学館にて長井道子展開催。合わせて長井道子旧宅を修復。一般公開開始。作品は NHK 大河ドラマの草燃える毛利元成に原作として使用された。ありがとうございます。